金太郎号藤山ライナーに使用される車両藤山ライナーは山梨県富士吉田市と大阪府大阪市を結ぶ高速バス路線である。ここでは大阪市から神奈川県小田原市を結ぶ金太郎号についても併記する。共に全席指定制のため乗車には予約が必要である。近鉄バスは2000年9月に運行を開始した大阪市から 山梨県甲府市を結ぶクリスタルライナーの利用状況が好評であることを踏まえ、今度は山梨県東部地方を結ぶ路線を開設することになった。そして2005年7月に山梨県東部地方を管轄する富士急行系列の富士急山梨バスとの共同運行で開業した。運行当初は夜行便と中行便があったが2007年より 中高便が廃止され現在は夜行便のみとなっている。2008年10月1日に系統分離され、沼津、御殿場経由で新松田駅を結ぶ便金太郎号を新設し、富士山ライナーの名称を引き継いだ富士吉田発着便は富士宮市経由となった。2012年には期間限定で富士山ライナーに4列シートの格安便を設定。 翌2013年7月より、通年運行に移行している。安倍の橋駅近鉄南馬駅西口、大阪駅前京都駅八条口東、静岡駅富,駅富士駅富士宮駅大石寺、富士急ハイランドバスターミナル富士山駅川口湖、駅近鉄南馬駅西口大阪駅前、京都駅八条口新富士駅沼津駅、北口三島駅北口御殿場駅、 松田車交小田原駅ありがとうございます。